んにちは。こんばんは。おはようございます。チャイナです。ポプティン TV、 皆さんこんにちは。ソムリエです。皆さん、お部屋の方はちゃんと綺麗にしてますか？掃除は大事ですよ。はい、ということで、もちろん今回も使用するアプリはこちら、コミコというアプリを使っていきたいと思います。コミコはですね、ここでしか読めないアニメかドラマ化された話題作を読むことができたり、縦読みスタイルなのでサクサク快適に楽しめるアプリになってます。そしてそして、今回のゲストはなんと初登場のみおちゃんです。お願いします。お願いします。なかなかない、緊張します、すごく。いや、ねおちゃんいつ来るかなと思って私は待ってました。本当ですか？そう、頑張ります。はい、続いて一緒に演じるのはこの方です。どうぞ、キータくんです。こんにちは、キータです。キータくんは2回目、はい、そうですね、2回目ですね。この間バビと一緒に演じた時、すっごい上手かったよね。上手かったです。ねおちゃんは演技とかは、でもお仕事でやったりとかすることがあるので。逆にお仕事以外で演技することあるの？初めてではないんですけど。ねおちゃんの演技めっちゃ楽しみ。想像があんまつかないから。そうですよね。頑張ります。それでは2人に紹介してもらいたい内容を発表します。宇佐美くんの秘密です。学園のアイドル宇佐美くんには2つの秘密があって、ひょんなことから宇佐美くんの秘密を知ってしまった小鳥は、なぜか彼と友達になることに。秘密の共有から始まる学生たちの恋や青春を描いた青春物語。宇佐美くんっていうのが、はい、僕ですね。どういった役なんですか？どういった役なんですか？お姉。そうだよね。お姉っていう役で、はい、学校にいるときは結構かっこいい男の子なんですけど、僕もすごい初めてやるような役なので、できるか心配なんですよ。頑張ってやっていきたいと思います。そろそろ2人とも実写化してもらっていいですか？はい。はい、それではねおちゃんとキータくんの本気の胸キュンをご覧ください。どうぞ。あんたはさ、将来したいこととかあるの？前までは高校に入ることが目標になってて、将来したいこととか考えたことなかったな。そっか。まあ焦って決めるものでもないしね。でも2年になったし、ちゃんと決めなきゃなとは思う。だから将来のことをちゃんと考えてる宇佐美くん、すごいなって思うし尊敬してる。夢を教えてくれて、こうやってメイクしてくれてありがとう。まっすぐで純粋で、時々眩しくなるくらい。私もあんたみたいになれたらいいのにね。小鳥と話しやすいのはあの子に似てるから。ああ、でもそれ以上に小鳥は私のことを否定したりしないってことが分かってるから、甘えてるのかもしれない。私ずるいわね。宇佐美くん、何して？おまじない。あんたの恋がうまくいきますようにって。なるほど。私ちょっとお手洗い行ってくるわね。いってらっしゃい。びっくりした。え、何よおまじないって。ハーブすごい。まぶたにキスされてしまった。待って、私何した？おまじないなんて無理あるでしょう。しかもキータくん、ちょっと違うのかな。でも本当になりきっててすごいなと思った。役に入り込むことは大事なことなのでね。
私やったらそういうの絶対できないから絶対笑ってしまうもん。3回まで笑う、3回までいいよっていうルール決めて、はい、あ、そうなんですけど結構笑ってたね。結構笑ってました。耐えきれない部分がちょっと、うん、すごい楽しかった、うん、楽しかったです。珍しいペアやったからすごい結構新鮮やったけど本当に良かったです。ありがとうございます。でした。はい、ということで詳しくは、概要欄の方に皆さん載ってるのでぜひぜひチェックの方お願いします。そしてですね、実写化してもらいたいこうモデルさんなどいたらソムリエでも大丈夫です。ないですないです。まあ、フミメルなどもね、ありましたら皆さんぜひコメントの方もお願いします。お願いします。ということでバイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。そして毎週金曜夜10時国際放送中です。みんな見てね。